CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう政治の哲学、藤井聡先生とともにお送りしていきたいと思います。先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。もうずっと、はい、10回ぐらいを迎えましたけれども、はい、かなり流れができてきたんですね。うんうん、もう太陽と洞窟の話からずっと流れてきて、はいはい、こう政治家のあるべき姿。そうですね。ね、それを選ぶ側のあるべき姿。うんうんうん、ね、それに対してもう一度、日本、強い日本を作るの方では、うん、そのテレビの見方の気をつけ方とか、そうですね。かなり話が深まってきたかと思うんですけども、ね、うん、はいはい、今日のテーマは？今日のテーマはですね、前回、代議士は、適切な議論が大事で、はい、それがまあ、アウフヘーベンを起こすことを思考しないといけないですよって話をしたんですが、はい、実はある意味、今日は一つのハイライトかもしれません。今の議論の中で。はい、一番重要なポイントかもしれません。その、適切な議論を排除している原因があるんですよ。はい、うん、この原因がある以上は、ちゃんとした議論が成立しなくて、すべての政治は全部アウトになるんですよ。はい、という恐ろしい原因があるんですけど、はい、それが何かっていう話を今日ね、はい、だから本当に一番大事かもしれません、はい、鉄人投資説の真逆の議論、はい、それはね、何かというと、一言で言うとちょっとややこしい言葉ですが、ぜひこれはね、覚えていただきたい言葉なんですけど、ニヒリズム、ニヒリズムという言葉について今日ちょっとお話ししようかなと、はい、これ日本語で言いますと無価値主義、無価値主義というもの、虚無主義、虚無主義ですね、まあ、虚無主義ですね、虚無主義が、はい、直接的な訳ですけど、はい、まあ、いわば無価値主義、無価値主義、はい、価値がもうない、うん、ニヒリズム、もう何でもいいよ、もう、はい、ニヒリズム、なんかニヒリズムっていうとニヒリスティックなとか、はい、ニヒルな笑いとかって、なんかこう、なんかこうだらっとした感じですけど、はい、これはね、もともとニーチェがよく使った言葉で、キリスト教世界において最も恐れられている概念とも言えるもので、はい、うん、これはある種ドストエフスキーのスタブローチンってやつが、はい、悪いやつが悪霊なんかで出てくる小説があったりとか、はい、カラマーゾフの兄弟なんて、うん、そういうなんか怖い小説があるんですけど、そこで描こうとしているのもある種ニヒリズムを描こうとしているものだったりとか、はい、虚無主義というのが一番ヨーロッパ世界で恐れられているものなんですね、はいはい、うん、でニーチェももうこの虚無主義を徹底的にもう排除していったんですね。で、さらに言うと、実は、プラトンっていうのはもっとこう、ギリシャ、ローマの時代のこう、なんか、牧歌的なというか、風土がなかなか、柔らかい風土のとこですから、その、太陽の裏側の話はあんまりしてないんですけども、はい、やっぱりロシアですよね、今申し上げたスタブローキンの話とか、そのニーチェとかでも、そのヨーロッパの北の方とか、まあ、寒いわけですよ。で、そういうところにはこう太陽の裏側のこうなんか何にもない虚無な空間というものの恐ろしさが描かれてるんですよ。これはプラトンの議論の真逆のような議論であって、まあ、こっちを神の議論と読むならば、こっちが悪魔の議論、はい、だから悪霊なんていう小説が出てきたりとかするんですけど、この虚無、何もないというのが本当に恐ろしいんだっていうのが、これは実はその哲学の中の重要なテーゼというか、重要なポイントの一つにこうなっているんですね。で、真っ当な議論をやったりとか、はい、鉄人投資をやるときに、まあ、なんかより良い案があるだろうと、こう、思うのがこれ、鉄人投資のルールなわけです。はい、まあ、なんか、ちょっとええの、もうちょっとええのあるんちゃうかと。ところが、ニヒリズムに侵された人は、虚無主義ですから何がいいか悪いか全くないわけです。はい、無価値ですから、もう、何がええかもう何にもないわけですよ。だから、いや、何でもええやん。とか、何でもええやん、ほんなで、最悪の場合は、だから、そんなもん別にそんなん、それ大事や言うてるけど、別にそれ大事や言うてんの自分の中で別にそれはほんま大事かどうか分からへんや、みたいな。ものすごい何千年も続いてるような伝統ですら、どうでもええや、みたいな、はい。それよりは、俺ちょっと腹減ったかな、飯食わしてくれよ、うん。俺なんかちょっと気持ちいいこと好きやねん、みたいな。もうニヒリズムになると価値がないですから、はい、こう、欲望だけになるわけで、はい、プラトンの絵でいくと、もう、真ん中の理性ゼロ。うん、で、もう、理性ゼロですから、ここにある兵隊さんは、この欲望を満たすための暴力にしかならないわけですよ。はい、で、もう、とんでもない怪獣で、もう、ヒドラで火吐くわ、みたいな感じ。これ欲望ばっかりで、はい。で、ニヒリズムに陥った人っていうのは、そういう、土怪獣になるわけですよ。うん、とんでもない怪獣になって、それはもう、悪魔と呼ぶにふさわしい状況に、パズズの、うわ、怖っ、もう、なんかもう、そんな、あ、怖っ、もう、それぐらい恐ろしいものに、こう、はい、なるわけですよ、うん、で、これ実は鉄人がいるということが、まあ、鉄人統治の基本であり、はい、非ニヒリズムのベースなんですけども、鉄人がいないっていう世界を言ってるわけですよ、ニヒリズムって、はいはい、
で、このニヒリズムに陥るとどうなるかっていうと何でもええやろってこうなるので、落ちりやすいのは背筋主義です。はい。それから、お金があったらええやんか、とかになりますし、うん、あるいは、弱肉強食でええやん、別に強いやつが買ったらええやん、うん、はい、もうなんか、もう限りなく野獣に近いわけですよ。うん、もうほとんどビースト、はい。ビーストの状況に近くなってて、野蛮そのものにこう、うん、価値がないんですから、もう野蛮そのものにこうなるわけですよ。で、あと、権威主義なんかもあるし、ニヒリズムなんですよ。うん、いや、なんか知らないけど、社会的にこいつ偉いって言われてんやろ、じゃあこいつの言う通りやっとったらうまくできるやんか、みたいな。話にこうなっていきます、はい、でそうなってくるともう何でもいいだからあいつが言うとおりが周りでええやんってこう全体主義にこうなっていくわけです、はい、でさらに言うと主義っていう言葉ありますよね、はい、なんとか主義このなんとか主義っていうのは鉄人は絶対使わないんですよ、うん、これは何かっていうと主義っていうのはとにかくマニュアルがあってそのマニュアルが一番ええと思ってまんねんみたいなニュアンスが入るわけですよ、はい、だからこう、純粋な意味での主義っていうのは真っ当な鉄人は絶対採用しないんですよ、はい。この状況においてはこうかもしれないけど、この状況においてはこうだろう。だからよくある誤用が保守主義っていうわけですよ。はい、保守思想っていうのはありますよ。はい、でも、保守主義っていうのは、守りゃええんやになっていくわけですよ。うん、いやいや、守るのは、なんかええもんやから守るわけであって、ええかどうかっていう判断は、それは是々非々であったりとか、はい、それはもう今の状況によるからっていうことで、になるわけですよ。で、ところが、ニヒリズムに落ちると何でもええやろ、ここに書いたらマニュアル通りでええやんかっていうこと、うん、だから主義というものが流行っていくという背景にはこのニヒリズムの蔓延があるんです、はい、だからもう、うん、世界中悪魔だらけになったら俺なんとか主義俺なんとか主義みたいな、もうなんかそういうことにこうなっていくわけですね、はい、でこの政治の中でも一番恐ろしいものは何かというお話をしているときに多数者の先制が恐ろしいと申し上げましたけど、これは先ほど申し上げましたように怪獣が全部をこう支配するということですから、神前美王が何かということを考えることをやめるということと等しいですか、多数者が先制するということは。だからこれは多数者の先制っていうのはニヒリズムが蔓延すれば必然的に起こる現象なんですね。だからこの本当に恐ろしいことなんですけど、これなかなかね、ニヒリズムと戦うのは難しいんですね。これ一般に日本語で言うと、なんとかと味噌は一緒って言うじゃないですか。はいはい、これ食べれるもんとね、はい、食べれへんもん、一緒なんとるやんけ、みたいな。これがまあニヒリズムのなんていうか、まあ典型的なものなんですが、はい、まあ日本人はまあ相対主義なんかつって、こう何が上かとか下かとかをなくってですね、こうなんかついつい下手をすると、ニヒリズムに陥ってしまうんですね。はい、でこれが言ってみれば政治の最大の敵なんです、はい、鉄人統治を全部こう一瞬でこう洗い流すというか、うん、もうなんか腐らしていくというか、はい、ネバーエンディングストーリーって映画がありますちょっとまあ映画で言うとね、はい、古い映画ですけどあれは周辺からこう豊かな世界がどん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 虚無の世界になっていく、はい、もうそういうのが描かれてますし、そういう映画でしたね、うん、なんか映画でもよくなんかこう触れると全部こう腐っていくみたいな、なんかそういうウイルスがある映画とかあるじゃないですか。はい、ああいう、あれがなんかニヒリズムのイメージなんですね。うん、こう映像的に描くとああいう風になる。ああなってしまうともう何もかもなくなってしまう。で、そうなっても欲望だけは残ってますから、うん、もう止めとない欲望だけで政治が動かされていって、うん、そうなると強い奴が絶対勝ちますから、うん、弱者は徹底的に殺されていくんですね。はい、うん、いやでもそういうのは至るところに今日本は溢れてるかもしれませんね、うん、ニヒリズムが。そうなんですね。どうせそんなんやったって無駄やとか。そうですね。僕ら聞いてつらいのは政治なんか期待してないとか。うん、ああ、そうですね。はい、いや、まあ、それは現状の、ね、問題多いんで、気持ちはわかるんですけど、うん、かといってそこで政治を諦めたら終わりじゃないですかと。うん、そうですね。僕らだって政治やっててね、嫌なこといっぱいあるわけですよ。そうですよね。けれども、選んでいただいたからには、その責任を全うして、うん、まあ、僕なんかはもう政治10年って勝手に言ってるんですけど、それは別に10年で辞めるってことじゃなくて、うんうん、10年間はとりあえず、こんなに嫌なことがあっても我慢をすると。石の上にも3年どころか10年やりますよ。10年やりますと。いうことを公言してまして、いや、それまでは必死でやるんだと。で、もちろん、ね、諦めたくなる時も多々あるんですけども、うん、でも、なおやらんという気持ちでやっておるんですが、うん、そうですね、でも、世の中多くの人がですね、いや、どうせ政治なんか期待しても無駄やし、もう誰でも一緒やろと、うん、もう選挙なんかいかんでもええやんかと。もうそれでもうええやん、もうおもろかったら、はい、飯食えたらもうええやん。あるいはなんかいろんな、いや、20年後にどうなるかわからないですよと、はい、その時俺生きてないし、みたいな。いや、わかりますね。ありますよね。なんかもう、そういう、このね、哲学者はニヒリズムとこう呼んだ。もう何がいいも悪いも何にもない。で、場合によっちゃ最も我が日本国民として守らないといけないことも、ええやん、もうそんな、俺関係ないし。はい、それ言うとってなんか飯食えんのとか、もうなんかね、なんかそれは多分ね、
ニヒリズムに陥るかどうかっていうのは、なんかどっかでね、何のために生きてるかっていう根本感情みたいな、表現しえないところがあって、でそこでもうポキって折られてしまっている人間は、はい、これはもうゾンビさんですよね。はい、みたいなゾンビさん。なんか人間じゃないんですよ。これは厳密な意味において、少なくとも鉄人統治鉄的、プラトン的、あるいは西洋哲学的に、別に西洋だけではなくて哲学的に言って、人じゃないんですね、うん。そうなると。だからね、ぜひ人間は人間であることをやめてはならない。そのためにも、絶対ニヒリズムに陥ってはならない。はい、そう思うんですね。うん、これ女性で言うと分かりやすくって、もうええねん私、お金もらったら売りすんねん、みたいな。この売りを、止められないっていう問題があったじゃないですか。はい、あれ止められないのは、ニヒリズムだったら止められないんですよ。うん、そこには、誇りがあるだろうっていう、はい、なんか、誇りという、なんか、わけのわからん概念なわけですよ。うんプライドとか誇りとか、はいはい、そんなもんそれをなんかミサオっていう、はい、女のミサオっていう曲が、まあ、ヒゲハイさんおっさん踊ってましたけど、うん、子供の時に何言ってはんやろうと思いましたけど、うん、まあわからないものなんですよ。でもそれは鉄人であればわかるんですよ、ミサオは、はいはい、理性があればわかるんですよ、はい、なんかそこをね話すとダメなんですけど、今多くの人がなんかそれをこう手放していく傾向があるというのが、本当にネバーエンディングストーリーの虚無が広がっているような、うん、本当に恐ろしいですね。特に今若い人がなんかそういう感覚に陥ってるような気がしますね。うん、そうですね。なんか夢を持とうとか挑戦しようって言ったって、うん、どうせとかね、うん、僕なんかとか、うん、それは神谷さんだからできるんですよとか、うん、そういう返しが多くてですね、すごくがっかりしてしまいますね。あと正常世界ではこれが政治だみたいなね。もう明らかにおかしいんですけど、ね、いや、政治ってこんなもんだと。で、それやりないんだったら政治家なんかやっちゃダメだよ、みたいな。でも、おかしいじゃないですか、というところで、負けそうになる時があるんですけど。ね、そこで、まあ、最後に一言だけ、重要なポイントなんですけど、はいはい、まあ、ニヒリズムってこう、やっぱりね、嫌やなーってなるんですけど、はい、まあ、しゃあないわと思うんですよ。はい、まあ、ええわもう、みたいな、うん。これね、ニーチェなんかも言ってる、ポジティブニヒリズムっていう。ポジティブニヒリズム。こう、でも俺らもあかんねんやろと。え、はい、やん、あかんねんから。あかんねんから、こう、できるだけのことやって、何やったってあかんねんの、あなたも頑張ろうや、みたいな。なんか、どっかこう、晴れ晴れとするみたいな。はい、こう、なんか、ニヒリズムであることをもう、でも認めちゃうみたいな。はい、プラトンだってもう、ダメになるって言ってるわけですから。うん、この、鉄人統治から、なんかこう、大犠牲っていうか、になって。はい、で、最後もう、ぐちゃぐちゃなりまんねえ。ああ、そうやったんや、みたいな。でも、まあ、できることだけやっとこうか、みたいな。はい、あいつニヒリストや、浮気直ある。うわ、おもろー、あいつ、みたいな。と、こう、ギャグにしちゃったり、はい、こう、全部、引き受けちゃっても、まあ、ええわ、もう、みたいな。あけらかんとこしていっちゃう。これが、まあ、ニヒリズムを乗り越える、重要な、はい手口というとあれですけど、まあ、唯一の方法なんだろうな、と思いますね。ちょっとそれで連想するのは、私は個人的にもう政治家になった時とかにこう連想するようにしてるんですけど、硫黄島で戦われたね、方々の思いを思った時に、もう負けるって分かってるわけじゃないですか。死ぬじゃないですか、言ったら。けれども、戦うわけですよ。それ何のためかっていうのは守るべきもののために、あかんけども、でも戦うと。いう、そういう姿勢も一つ、先生の今の、うん、ね、もうあかんとは分かってますよと。それはもう受け入れましょうよと。どうせそんなもんやと。でもやりましょうと。これよく哲学の中で言われるのは、破滅の中においてこそ人の命は光り輝くのだと。まあそういうふうな言われ方をしたりとかしますね。うん、はい。じゃあイメージとしてはそんなに間違ってないわけですね。はい。ありがとうございました。